アルブフェーラ湖の衛星写真、アルブフェーラ自然公園は、スペインバレンシア州バレンシア県にある自然公園。アルブフェーラ型を中心とする。アルブフェーラは、ローマ人にスタグナム・ナカレムの名で知られ、アラビア語の詩では、太陽の鏡と呼ばれた。1986年7月23日、バレンシア州政府は、バレンシア市の南約1 0トル地点にある、 湿地、島からなる2万1120ヘクタールを自然公園に指定した。夕暮れ時のアルブフェーラーエルパルマルの運河砂丘に、広がる林アルブフェーラーでの稲刈りアルブフェーラーの漁師、アルブフェーラー湖岸の農家、アルブフェーラー湖岸の船着き場アルブフェーラーは、バレンシア市の南にあり、地中海に面した塩水の型である。平均水深は、約1メートル。 面積は23.94平方キロメートルで、周囲には稲作が行われる畑が2230にある。型の周囲の盆地は917.12あり、海水面の高さから標高約1000メートルまで伸びている。海と型は砂でできた狭い差しで隔てられている。松林で砂丘の砂が固定されている。アルブフェーラは、 多種多様な渡り鳥の中継地である。絶滅が危惧される動植物があるため、この方の環境的価値は大きい。この湖は、数少ない塩水の混じった方であり、地中海沿岸に大小の方と湿地が広がるバレンシア州内でも保存状態が良い。なお、アルブフェーラ湖は、イベリア半島内にある自然にできた湖の中で、最大の面積を誇る。 更新よりワインがサしで閉ざされてアルブフェーラ型が形成された。型と海が最後に隔てられたのはローマ時代であり、当時の面積は約3万ヘクタールであったとされる。イベリア半島がイスラム教徒に支配されていた時代、サラゴサのターイファを収めていたアルムスタイン2世は、エルシッドから同盟の証として型を受け取った。 漁業が法的に認められたのは1250年以降である。ルフサ村の村人たちがエルパルマル島に移り住んで、より便利に、たやすく魚を取ることができたからである。ハイメ一世は、バレンシア王国内では、バレンシア市の果てと市街は、王子の世襲財産に加えることとするとした。1250年、バレンシア王国の王領であったモレリアで、特権が与えられた。 型で魚を取ったものは、その1、五税として納めることという内容である。湖の利権に関する法令、そして実際の批准は、歴代の王たちが言ってきた。1671年、型やその周辺への立ち入りが禁止された。動植物商の何もかもが素晴らしい状態で、保存されるようになった。カルロス三世の布告が再び変わり、アルブフェーラーを、 狩猟地として貸し出し始めた。19世紀、ホセ一世は、フランスの将軍数ェに、アルブフェーラ公の称号を与えた。1865年、6世紀以上にわたって、王領であったアルブフェーラー型が、国の所有となった。1911年、バレンシア氏が、湖と松林の新たな所有者となった。 時が経つにつれて米を中心とする工作地帯が拡大されたことで現在の面積は2800ヘクタールまで減少している。アルブフェーラ型とその湿地帯は地中海性気候である。年平均気温は摂氏17.8度である。年降水量は454ミ、mm、リメートルで秋に集中して降る。多くの溝や 流水で浸食された峡谷によって川の水が型に注いでいる。型はそのものが貯水池でもあるが、水の多くはフカル川とトゥリア川から流れ込む。ローマ時代とアラブ支配時代から一帯は広範囲に広がる溝や灌漑用運河を誇ってきた。湿地帯はかつては型の一部であったが、 現在は稲作が行われており、公園面積のうち1万4000ヘクタールを占める。湿地沿いに、ウリアスと呼ばれる真水の水源が、約50カ所点在している。この清らかな水源が、魚類の絶滅危惧種の保存に貢献している。蒸気のほか真水の湿地には、ダンチク、ガマ、カレックス、イネカのアモフィルアレナリアが見られる。 非常に多様な動物が生息する。魚類においては、メダカ科のアフェーニアスアイボラスとバレンシアトゥースカープが、絶滅危惧種となっている。ウナギ、シーバス、ボラが、漁業資源となっている。この自然公園は、課金類が豊富で、カモカのアカハシハジロが1万羽以上いる。ハシビロガモとマガモが2万羽以上いる。また、注目すべきサギの生息地である。 甘サギ、カンムリ詐欺、アオサギも見られる。その他にアジサシ、セイタカシギ、ウスユキガもカモメがいる。アルテロンスの名で知られるアサジは狩猟の盛んな場所である。一部の歴史家は、イスラム時代から王公がここで狩猟を行ってきたと、する。レコンキスタゴ、アラゴンやスペインの王たちがここを、狩猟地としてきた。豊富な鹿。 イノシシ、ウサギや水鳥がいたことが時代ごとに記されてきた。型の区画外での狩猟は比較的最近行われるもので、以前は1830年以降から1年ごとに行われた。現在、スエカ、クエリャ、シリアにおいて狩猟は禁止されており、11月末から1月半ばの土曜日に1日8時間に限って許可されている。 アラブ支配時代から豊富な水揚げを誇ってきた。アラゴン王たちは水揚げされる魚に税を課していた。今日、乱獲や水質汚染の影響でボラの実が漁業の対象となっており、ウナギやシーバスは段階的に禁止されている。ラデベッセデールサラー。2015年11月25日閲覧。ありがとうございます。